今日午前、東京足立区の荒川の河川敷で鹿が目撃されました。おととい上流で目撃された鹿と同じと見られています。午前8時半ごろ、足立区内の荒川の土手で鹿を見たという110番通報がありました。警視庁によりますと、おとといにも鹿が目撃されていて、同じ鹿の可能性があるということです。ここ1週間で鹿何回見たんですか？2回。人懐っこい、本当にね、なんて危害を与えないでやってる時もそばまで来たから、茂みの中入っちゃったから、ちょこっとか見えなかった。警視庁と消防が鹿が周囲の人に危害を加えないように行方を追っています。